これはサンタクロースにとって大事な大事な石なんじゃよ。それ欲しい。困ったの。でもこれをもらったら将来はうちで働かなきゃダメじゃよ。絶対働く。私サンタさんになるのが夢なの。もうなんで起こしてくれなかったのよ。恥かいちゃったじゃない。起こしたよ何度も。これだからトーマスは温室育ちのお人よしって言われるのよ。え、僕そんなこと言われてるの？サンタブでないトントゥも半重力ボードに乗らないとは限らないぞ。コツは無心で飛ぶことだよ。そのピノキオみたいに伸びた鼻へしょってやるから。見てなさいよ。ちょっとノア、言う通りやったのにダメじゃないのよ。もうそうだミント、サンタの敵ムックに関するレポート提出していないのはあなただけですよ。すみません、私このままやっていけるのかな。ミントの場合兄貴がサンタ部の最年少 S だもんな。比べられるし余計きついっていう。うん、一生懸命やっていれば必ず報われる。これを背負ってスイッチをオンするだけ。とっても簡単。映画ゴーストバスターズを見て思いつきました。ミント、私頑張る。今は頑張るだけよ。これならこの島のゴミ全部いけそうだね。よし。ちょっと何やねあれは。まさかムック。ムックってあのプレゼントを狙う怪物の。あ、これ子供たちにあげるプレゼントが。すまんが、プレゼントは送る相手が決まっておるんじゃ。この銃は思いの強さに比例して威力を増すぞ。大プレゼントは守るんだから。これはクリスマスにまつわるちょっと不思議で、それでいてとってもとっても輝ける秘密の物語。